愛は生き物ですね。やっぱり発酵しますから、pH が落ちてきたらもう腐敗してしまうので、200メッカ以上外すことはできないですね。その愛の管理というのは極めて大事です。九州リースサービスプレゼンツ、ストーリー、未来に残したいふるさとの風景。グルメ菓子を製作してる仕事をしています。うちの特徴は昔ながら その手織りでやること、それとずっと代々続いている藍染めであること、江戸時代と同じようなやり方をしていますね。空気に触れて初めて青くなるので、絞った瞬間パッと色が変わるんですけど、それは表面だけしか酸化しないので、10回以上叩きつけてまた次に藍染めをするというのを繰り返しています。混ぜ始めると音が違うのが分かります。亀に当たった時の音、えらい響きます。具合が悪いやつ、やっぱり触っとかないと分からないですよね。私も2人の子供子育てのお手伝いはしましたけど、そんな感じでしたよね。手をかけてやるのが一番大事だと思いますね。私が未来に残したい風景は広川町に流れる広川です。いや、思い出いっぱいですよ。小さい頃はもう毎日のように夏は泳いでましたね。あと染めた糸をそこで洗ったり、一晩つけてたりとか、もうそれは先祖代々江戸時代から広川で洗ってました。川があるからやっぱり田んぼもできるし、川というのは極めて大事だと思います。